今回は名古屋飲みを撮影するということで、うん、撮影中のトークテーマとして、うん、セカストに聞きたいことを大募集いたしました、うん、でも一番のスキンケアは自分を愛すること。いや現名古屋は、いや元名古屋、あれ私も今名古屋にいる。セカンドストリートです。どうぞご覧ください。本日はなんと、そうなんです、愛知県は名古屋に来ております。ちらっと見えますか、ドンキホーテがあって名古屋の観覧車があります。どれぐらいぶりですか？1年ぐらいっぽい。1年ぐらいっぽいんだ。何で来たの？撮影か。うん。っていうことで本日は名古屋ではしご酒をしていきたいと思います。錦でね、はい、名古屋といえば、そう、あそこに行きましょう。イエーイ。錦呉服通りで、すごい。それでは名古屋の夜に乾杯。イエーイ。なんせちょっとね、飛行機でね、移動時間がとっても長かったのよね。そうなのよ。お前1時間でさ来れるのにさ2時間3時間ぐらいかかって、もう仕事した気分だから美味しいんじゃない？ね、分かる、疲れたね。あうまっ。あダイレクトで酒が来る、ダイレクトアタック、うまい、最高。今日はね、酔っ払うと思うよ。なぜならば今日は私何も食ってないの。シューマイだけちょっと食ったんだけど、シルドシューマイをかじってない、うん、しかも真空パックで本当は温めなきゃいけないやつをそのまま食べてしまって。どういうこと？温めて食べてくださいねって言われたの、うん、真空パックになってるから温めないと美味しくないですからねって言われたんだけど、私もう何も食べてないから、崎陽軒のシューマイチルドの真空パックのやつ、私もう袋から出して、もうむしゃぶりついて。生なわけじゃないでしょ。でよく見たら加圧加熱みたいなことしてるって言ってたから、あ、もういいかと思って。じゃあいいよ、これ大丈夫。大丈夫だよ、うん、大丈夫でしょ。朝空港で寿司食べちゃいましたね。寿司食ったん？え、どの間に？4時半ぐらいに着いてたから。あ、そうなの？お前寿司食ったん？いい生活してるわ。私肉豆腐、韓国ランチやってたから羽田空港。へえ。ゆうきはでも許可降りてるから一応。あ、今ね、ちょっとは食べていいですよとか。痩せすぎてるから。でも 5皿ぐらい。だったら逆に今減量中だから、たこ焼き食っちゃったけどね。でも勇気で、でも寿司好きだもんね。うん、魚が好き。うん、魚か。じゃあ生物が好き。結構みんなでなんかこうご飯ってなったら焼肉とかさが多くなるじゃん。でも魚介系のとことかの方がこっちは好きだけど、居酒屋苦手な人多いからな、周りが。あ、そう。うん、最近さ、たこ焼きを食べてしまったんだけど、自分でたこ焼きパーティーをしたもん。たこをさ、自分で切るわけじゃん。タコってさ、食べたいじゃん、刺身用だからさ、うん、タコはタコでさ、食べてさ、それで九州醤油というの食べたら、まあ、甘めのね、うまい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 。刺身はやっぱりね、甘めの醤油で食べた方がうまいね。私すんごいピークに太ってた時、寿司をうなぎとかにかける甘だれっていうの、アナゴとかに、あれでよく食べてた。嘘、それはちょっとよくわかんない。それはよくわかんないです。ちなみにこの食べ方やつ、この食べ方、いつもの食べ方で食べます。タツヤ D、 タツヤいつも D な気がする。ゆうきも D だね。サシャラは、サシャラも D だね。じゃあみんな D です。てか大体それじゃない？手を折れるのが一番嫌でさ、片ほぼ汚れないじゃん、手が片方だけね。うん、他のやつだとこう引き違えたりとかするの嫌だから、もう口でパッてやってツッてやってパクって食べれるやんか。あ、キュウリがそういうパターンね。すごいじゃん。はい、名古屋でのまず最初のご飯、キュウリです。いただきます。こっちに見せようか、一応。いただきます。なんかこっちの方がうまそうやね。これなんかね、甘そうじゃない？なんかそんなことない？うん、酸っぱい。あ、うまい。あ、うまい。酸っぱ。梅干しなんかも酸っぱければ酸っぱいだけいい。クエン酸。塩分何パーぐらいです？ 80%。 でも20もういってないんじゃない？18、17ぐらい。梅干しの綾も梅干し、ネットでお取り寄せで買えますからね。食べるキュウリ。酸っぱすぎるって聞いたけど、ちょっとビビってるけど、あ、これで大丈夫、ありがとう。キュウリだけは食べれる、ありがとう。変わってるね、変わってるね。
でもちゃんちゃん美味しいかも。いいちゃんちゃん。キュウリと食べてもいいかも。あ、結構しっかり身がしっかり。そうそう。あ、コリコリ、ね、コリコリ、うまっ。あ、これもハイボールやん。はい、頑張り。うまっ。うまい食いもん食べながら酒を飲むがいっちゃ最高だよね。すぐつけ寄るからほんまにすごいなお前その天然のあざとさは毎度思うけど、ごまがちょっとここにちょんぐらいやったらあざといけど、ここについてる時はもうあざと超えてるから、それだけはもうあざといじゃない、様子がおかしい尊敬してます、ところにそこがほんまに、はい、ということで今回は名古屋の実を撮影するということで、うん、撮影中のトークテーマとして、うん、セカストに聞きたいことを大募集いたしました、うん、質問コーナー的なもの自体久々じゃない。そうだね、いいやんか。あ、でもさ結構もらってますよ。あ、いいね、ありがたいね、ちょうだい。はい、じゃあまずは名古屋の来たから、名古屋の男はどうですかって、まだついて間もないですからね。そうなのよ、まだ見てないんだよね。この店に来るまで松山の3人のうちのイケメン、あ、イケメン、あ、イケメン。でもなんかそのジャンルというか見た目だけで言ったら別に東京と変わんないし、私ね、でも九州と一緒で東京よりはちょっと男気があるというか芋っぽいっていうの、うん、なんかナチョナチョしてない人のが多そうなイメージ。ナチョナチョ、ネチョネチョ、なよなよ、なよなよか。なおやってなんか知んないけどなんか立つの中ではパッとしないイメージで、でも分かる、中間だから ね大阪とか福岡とかってするのなんかパッとするんだけど、なんか名古屋でパッとしないのよね、分かんない。確かに名古屋に友達いる、まあ、知り合いはいるだろうけど、知り合いはいるけど名古屋出身とかで仲いい人が誰一人なくって、ごめんなさい、語弊が生まれそうだから名古屋の人が嫌いとかじゃなくて、あ、じゃないよ、接点があんまりないよね。お知り合いはいるけど、強いて言うんだったらカイちゃんとかレンゾーとか、まあ、そうね、もうは昔から知ってるから、知ってるから。でもそれ以外いないかも、誰一人、うん、でもあ、この人名古屋だったんだっていうのはあるのかもしれないね、知らないだけだよね。だからこれからちょっと調べたいと思います。はい、次行きます。2人にとって恋愛って何ですか。達也はしたくないっていうかしなくていいものっていう風に思ってたの、うん、最近までさ。でもなんかもうなんかしちゃうもの、達也は、あみたいな。あれめっちゃ深いこと言って、これあれは進化でも思わない、好きになった相手が好きなものをちょっと好きになろうとするじゃん、うんうんうん、だからこうなんか自分への知識が増えるというか、うん、だから進化、自分にとっても進化するっていう意味でね。そう、自分が進化できるっていう、うん、とてもすばらしい。イベント以外の名古屋の予定はマジで決まってないのよ。で今日もそうだけど、イベントプラス撮影もやってるんで、それはもともとあるのと、それ以外は予定詰めてないんだ、友達にいないのよ、本当に。大阪の方で知り合いいるけど、名古屋はマジでいなくて、そのお店の人とかはね、知ってる人とかいるからあれだけど、だからまだ未定ですね、それ以外のことは。なんか思いつきでやったりとかするしね、プライベートの、ね、スケジュールは立てないんです。そうだね。海外旅行で3人で行きたいところ、ね、台湾だな。台湾だね、今は台湾だね。3人でだからそういう屋台があるようなところに行きたいよね。回れるしね、撮影もできるし、だからもうタイ、台湾、韓国、台北、中国も多分あるやろうから、だからもう日本だけよ、ああいうのがないのは日本だけじゃない多分。アジアは大体あるからね。そうだね、屋台文化がね、うん、食べ歩きみたいな、ね、でまたちょっと福岡の屋台はちょっと違うじゃん、座って食べる屋台というか。ああ、そうだね、またちょっとね、確かに、うん、そのテキヤみたいな感じじゃないよね。セックスの時自分ばっかりこっちにサービスしてくれない人に不満を言えますか。自分ばっかり奉仕して自分にしてくれなかった時言いますか。してって言えばいいじゃんね。うん、ちょっと自分もして、自然な流れで。やってないからな最近まあそっか、まあでも言えばいいと思います。うん、結構そういうの自然の流れにできることが一つのステップアップなんじゃない。韓国で流行ってる MBTI やったことありますか。ある。はい、え、何だった。え、 MBTI 性格診断。ああ、なんだっけ、やりましたけど。私冒険家とかだった気がするな。私は、ね、あ、それじゃない、それじゃなくて、あ、それじゃないやつなんだ。 MBTI 診断っていうのは最近韓国ではプロフィールとかにそれを書いてる。でこうやってゆきは
ほら冒険家、これ冒険家じゃない、これじゃないあ、これだ、そうでしょ、でもその中に ISFPT、 僕はもう一個あるんだよね、 T となんか E みたいなのだよね、そうそう、この英語がなんかあれなんだよね、そうそう、そう、これをみんなプロフィール欄に書いてる、冒険家とかすごく書かないです、そんなこと終わったの、ちょっとちなみに教えません、やったことあります、教えないでいいよ、当たってるかもどうかも分かんない、分かってないよね、あんま、最近のスキンケア事情、私はね、最近ね、産毛を剃ってスキンケアをするようになった、あ、大事大事、浸透率も上がるから、そうで、あの産毛剃ることによって顔のトーンも上がるのよ、ね、で、余計な角質とかもいろいろ取ってくれるから、すごい大事、そういうの、ゆうきさんからもらった、あれを使ってるようなみかん肌の治ってやつ、そう、あとさ、ビタミンのさ、パックよくあったじゃん、なんかこう作るやつ、あれがゲロ良かったの、あ、良かったんだ、じゃあ9点で買えば、うん、9点で売ってるもんな、あれマジでゲロ良かった、ただあれねちょっとねデメリット一つあって全く開かないあそこのシールが密封ね、ちゃんと密封、なるほどね、あれ良かった、私ここ最近のスキンケアで一番良かったもん、あ、嘘、まだ使ってないの、ゆきえんちにあるやつも使えない、あんた、うん、これ使おう、まだあのさゆきからもらったさみかん肌が治るやつね、私まだ使ってないんだけど、うん、みかん肌はまだ使ってない、そう、まだ使ってない、あれパッドは使ってるってこと、そう、あ、なるほど、ね、パッドとあとパックでも2つしかなかったから、うん、もうアユナイトの前日とブラッシュの前日は使ったよ、私イベント前にね、うん、もうすごいピッカピカのテッカテカのトランタラ、違うよ、うん、浜崎あゆみさんのライブに出る前日に使ったんだわ、あー、もう化粧のりなんか由美子がなんかあんためっちゃいいよ今日って言うぐらい超良かったの、素晴らしい、あとはメディプラスゲルって言って、うん、なんかオールインワンの乳液とか化粧水とか、まあ、タクシーはなんかブーサーで使っちゃってるんだけど、コンセプトが乾燥させませんみたいな、一日中乾燥させましたみたいな、これは本当に2人ともいただいて、あ、そう、2人ともゆきも使ってんだけど、ゆきの使い方って言ったらオールインワンだから、急いでる日とか、あと何飲んでさ寝る時のさあの憂鬱さってないじゃん、もう顔洗うのでもしんどいのに、顔洗ってからじゃあ1個やります、2個やります、3個やります、だるし、だいたい4個ぐらいやる人だから、でも乾燥はさせたくないから、もうそういうしんどい時はもうパッパってこうやってそれをこう塗って、そのまま寝るっていうね。わかるわかる。私ももう酔っ払って帰った時に、化粧するめんどくさいって思う時とか、ああ、と思う時は、やって、私でもさ、結局お風呂入っちゃうから、でも朝起きた時でも、まあ、ツルツルピカピカみたいな。あ、でも本当にね、あのね、保湿力の高さは高い。ね。うん。で、本当に1個で。3役、4役ってなるんじゃない、うん、人によったら1個でいいし、ちょっと気持ちね、あのもう1個行きたいなっていう人は全然その後クリームやったりとか何かしらやってでいいと思うけど、めちゃめちゃいい。オールインは昔もだからそういう用途で使ってたのよ、使った時に結局それだけだと後々ちょっとカピってくるとか、ちょっとパキパキってなるとか、ちょっと乾燥が早いなとか、でも成分はいいから別に肌を傷めることはないし、肌が汚くなることはないんだけど、だからそういうところに結局、あ、こういうところで手間抜いたからこうなったんだな、一応悪いものは入ってないけど手間抜いていくからこうなったんだな、うん、っていう感じもないね、ないないない、うん、オールインワンプラスブースターにもなるっていうから、私はブースターとしてなんかちょこちょこっとワンプッシュツープッシュワンツープッシュぐらいなんで、ワンでも足りるぐらいじゃないかな、私ワンでも足りたの、結構伸びも良かった、そうだから多分ね、達也のパッキング動画にも多分ね映ってると思う、だから今日持ってきてる、うん、スキンケアで達也ね今回ね一つも持ってきてなくってそのゲルだけもしか持ってきてない、待って、ゆきも持ってきてるんだけど、そういうだけも便利さはあるよね、そうだから達也も持ってきてるから一回でも取ってみ、 あったこれね、そうだ、これなんです、私はあの液漏れしたくないからこういう風にちゃんとガードもつけてるんですけど、うん、私ガードなくしちゃったからさ、うん、袋に入れて持ってきた、どっかで押されんから思ってスーツケースの中に入れてたの、トヌエで一日中乾燥防ぐ乾燥予防ゲル、今年の春にリニューアルしたらしいのよな、うんうん、いつでも使えるね、多分だからこれ本当に、しかもね、こうやって見て、みんな見て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 、ほらどん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 見て、ほら溶けてくのよ、こうやってほら、こうやってみんな溶けてくの、こうやって溶けてくんだけど、これ伸ばしてくるでしょ、私はそれちょっと残ったやつ、ここら辺とかボディにもやっちゃってる、1回の使用目安ワンからツープッシュ、いや私ワンプッシュでいいと思う、ワンプッシュで全然いいと思う、ツープッシュだったら体にもあれ多分ベロベロベロって多分塗れると思うんだよね、でも結局この辺まで塗るから、毎回化粧水とかもだからワンプッシュ半ぐらい使ってるかな、
結構使ってます。多分見えないと思いますけど、はい、私はこういうふうにちゃんと大事大事詰まっといてくださいね。もうさ、年取るとさ、髪の毛とかもさ、頑張んなきゃいけないのよ、ちゃんと。オールインワンでちゃんと保湿がたっぷりさ、してくれるのはありがたいことだね。おサボりできる商品ってのはありがたい。ゆうきさんのおすすめの使い方はブースター？ゆうきの使い方としたら、急いでる時とか、もうちょっと面倒くさいなってなった時に使っても、ちゃんと保湿してくれるから、結構、飲む週とかはほぼこれしか使ってなかったです。化粧バーと頑張って落として、うんとか、朝もあのすっぴんで来るときとか、時はもう多分これ起きるのがちょっと遅れちゃって、あ、やばいと思ってお風呂パーって入ってパーってやって、達也はもうブースターとして使ってるって感じ。浸透力が上がるらしいよ。上がるっていうか、しかも多分これがあることによって通常の保湿よりも多分もっとお勧めしてくれるのかなっていう、まあ、気持ち的にかもしれないけど、保湿はでもすごい上がったなとは思ってるよ。でも私この商品リアルに前から知ってて、当時のブログとかギャルモデルの子たちがやってる世代で一時期すごい話題だったよね。では先のから揚げのからちょっと入れて、結構さ、美容系のさ、雑誌とかでさ、特集コマーケルとかしてるもんね、もともとね。そう。美的と、そう、美的だ。あと、マキアとか。結構、そのコスメでも、ロフトとかでも売ってるものらしいから、うん、ちょっと。結構気軽に手に入りやすい。はい、ということで、だから美容は最近はこんな感じ。でも、一番のスキンケアは自分を愛すること。それが一番のスキンケアです。次行きましょう。あ、甘くて美味しいやん。美味しいよね。美味しいよ。一番しっとりしてる感じがする。ああこれいるわ。吹き払っていうのがあるらしいんだけど。吹き払？そう。不機嫌ハラスメントをしてくる同僚の対処法。ゆきじゃない？うん、こいつ。お前だなと思った。なんか不機嫌をすごい出してきて、あれはなんで出してくるの？逆に聞こう。出してあれとかじゃなくて出ちゃってる。普通に。悪気もない。だって不機嫌なんだもん。うん、気に食わねえんだもん。どうすればいいの？じゃあそういう人はほっこりくらい欲しい。あ、欲しそう。じゃあもう正解をほっとく、うん、もう気にもしないし、うん、気を使うこともしないし、まあ、特にそこに怒ってなくて第三者に怒ってる時とか一番ほっといてほしい、うん、もうなんか逆に大丈夫なんとかもううざくなっちゃう、うんうん、じゃあうちらに怒ってる時はどうすればいいんですか？だからそれがゆきが怒ってることが自分が悪いと思うんだったらごめんね1個でもそれでもうあとほっといてほしい。不機嫌がさ完全に自分の理由で不機嫌になった場合は、うん、あそれでも別にほっといてほしい。なんか悩んでるやん。ゆきさんのことさ不機嫌ポイントで私さどこかわからんたまに、これ私が今怒ってるのか、うん、この状況に怒ってるのか。ゆきは自分が思い通りにいかなかったの怒るんです。さっき自分でも言ってるでしょ、うん、そう思い通りというか自分の中でこのこういう構成案みたいなのがあるわけよ、まあ、理想のね。遅刻とかも好きじゃないし、まあ、ゆうきもやっちゃうことあるけど、自分はこう言ってこう言って、じゃあなんか別になんでこれだからなんでもともと予約できてないのとか思っちゃう人なの。はい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 。でもそれはほっといて。じゃあ次は今一番幸せな時間は。へえ、むずっ。今どうこうじゃなくて、でもやっぱりずっとこう友達とこう遊んでる時とか、ちょっと興味持ってる男と連絡してる時とかじゃない。達也は毎日幸せなんだなって、すごい毎日を楽しんでるから達也。ただ達也の落ち込み用の時はすごいじゃん、うん、嫌なことの方が思い浮かぶ。それ以外は全部幸せだからなのかな。デヴィ夫人に毎日を楽しむこと、毎日を幸せに思うこと、毎日感動しなさいって言われたから、結構私の世界観が変わったかも。病んでる時も楽しんでる。嫌だなって。あと、数時間すればこれも開き直りに変わると思うわ。みたいな。結構いろいろ来てくれてるのね、質問がね。名古屋行くって言った瞬間に、ね、ブライブ行こうって、うん、めっちゃずっと笑顔で名古屋行くって。あ、なんかもう一個有名なとこあるよね。山ちゃん。山ちゃんじゃない。もう一個あるよ、茅ヶ崎。でもね、私ね、山ちゃんも好きなの。わかるよ。名古屋の人はどう思うか知らんけど、わざわざ書いてありますよ。好きな BL 作品、かっこゆうきさん。最近見てないんだよな。ドラマも見てないの？ BL ドラマ今なんかやってるやん、結構。今それこそ僕らも出させてるレベルのドラマシャワー、ピンクル、MBS のやつは前にやったやつの再放送的な感じで完全版みたいなやつをやってて、で次回からまた新作が出るんだけど、完全版のやつがまだ目通してなくて、で新作楽しみにしてるって感じなのと、
あとはフールで昔のやつかなんかわかんないけど、またちょっと BL チックのやつがやってるんだけど、海外のやつ、日本のやつ、でそれ見たりとか、あとはなんかこれは BL なのかわかんないけど、いろいろ人生のあれなんだけど、吉沢亮さんがゲイの役かなんていうやつだかな、リバーズエッジっていうのを見てみたいなと思っている今って感じでございます。まあいろんなね、ご意見じゃないわ、いろんな質問が来てありますが、名古屋の男とのエピソードなんかありますか。名古屋で嫌いな人がどんどん増えていきます。名古屋で苦手な人が増えていく。うちもないな。名古屋出身の人、名古屋だった人、優作くんってことないですけど、私現名古屋、名古屋の男と地方、いや現名古屋は、いや元名古屋、あれ私も今名古屋にいる、なんかその、あ、名古屋、東京にいる名古屋の人とは縁切ったな、うん、私自分の中で名古屋ってちょっと構えるの、何かある、でも好きだけどね、食べ物好き、美味しいし、食べ物好きですし、私が何よりも太陽が嫌いだから地下で結構動けるのが大好き、やっぱ名古屋は。この遠慮の塊どうする、ちょっと私も漬物食べてもらって、じゃんけんして食べてよ、食べていい、何でしょう、お前はここにストックあるけどな、いいよ、じゃんけんしよう、最初はグー、じゃんけんほい、アイコでほい、強っ、じゃんけん強っ、ちょっとね、食べていいよ、いいよ、食べ俺結構食べてんの、多分知らんうちに何度か、もう一軒行くんだからね、でもね結構腹は満たってきた、わかる、生もの食べたいね、お刺身的な、名古屋っぽい方がいいの、あと食べていいよ、私も食べるよ。ちょっとさっしー食べていいよって言われると思った。え、今あんたなんか、私目あったんかと思って、今言うくさいやねかったと思って。食べるよ。うん。柱が食べるって私が食べるもん、私。当たり前でしょ。当たり前ないよ、それはもう絶対決まってる。決定事項。最初から決まってる、そんなもんは。どこがいいだろうね。次。ちょっとあっち側歩いてみて。名古屋っぽいやつの方がいいの。名古屋っぽいって、あ、いや、具感が具感だからさ、なんかね、せんべろがあるらしいよ、でも遅い時間まだやってんのかな、そうだ、時間が時間だから、なんか、なんか、なんだっけ、なんとか商店、そこも魚なんよ、その新鮮な、めっちゃ行きたい、つぶやり作品ね、そう、土屋商店、うん、調べよった、え、そうだ、調べてくれとった、なんだっけ、は、そんな店の名前に食べなかったよ、首食品か、つるや食品です、ね、つるやだ、つるや、そうつるや食品、そんな名前なかったよ、ね、はい、失礼しました、首朝7時から12時ぐらいまで飲める店みたいな感じだった気がする、9時まで行くしかやってないよ、そうなんだよ、夕方の5時から9時半ドリンクラスト、ちょっとナス食べていい、うん、ナス美味しかったよ、一通り食べた、本当、でもこれが一番うまい、前さ、3人で名古屋行った時にさ、行ったさ、天ぷらみたいなとこ美味しかった、居酒屋タツは行った、それ3人で行った、名古屋の横丁が高くて、次に行ったお店で天ぷらがなんかあって、うまくない、あ、行ったな、うん、やろランチで行った天ぷらはあれ福岡か、2人だけで行った、ああ、友達と終わったよ、やこいつ、そうじゃ、行くせが私話噛み合わすぎるやろ、はい、ということで、久々の手羽先でしたけれども、うん、今日はすごい、良かったね、食べれてよかった、今日は30本ぐらい食べた、35です、35でした、これじゃあタッパー詰めてもらっていい、出し取るから、ね、家で帰って出し取りたいからね、っていうことで、あのさっき話したメディプラスゲル、ちょっと興味がある方だったりとかね、あ、欲しいなとか気になるなとか、あ、ちょっと使ってみたいかもとか、主婦の人とかめちゃめちゃおすすめやったもん、忙しい毎日のあなたに、うん、っていうことで、お概要欄の方にね、詳しくは貼ってありますので、そこから購入もできたりとかするので、皆様ぜひぜひちょっと試しに使ってみたいなと思う人はぜひちょっとチェックしてみてください、そうだよ、私たちから喋るよりもね、しっかり説明載ってると思うから、サイトだそうでも、なんでそんなに保湿が高いとかっていうのも多分載ってると思いますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください、ということで、この後私たち2軒目行くのかちょっとまだわからないですけども、今回の動画はここまでということで、私たちに乾杯、では名古屋3泊4日
よろしくお願いいたします。長いよね長いよねって私たちは部屋隣だった。あ、よかった、前回隣だったから。前回隣で 大喧嘩してたからさそれで私目覚ましたんだから。なんか横うるせえなと思ってホテルに入ってまずしたこと、すべてをチェックすることから始まって、ホコリとポットと全部汚れとか全部。今回大丈夫でしたか？ええ、まあ、あの入り口から達也が高評価ってまず、いやお気に召していただいて。逆にあのホテルに怒ってないけど、逆に結城がなんで喫煙じゃないの？そう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 、ああ卵難しいと私の中で、あ、金キツカーってもうちゃんとね今度から分けようと思って。タツヤがね、タバコの匂いが傷つけてね、ちょっと嫌だった、ね、そう、私喫煙所に寝てるみたいに嫌なの。でも分かるよ、私もやっぱ吸わんけさ、まあでも、まあ、寝れればいいやと思って。でも全部食ったじゃん、私一口しかまだ食べてないのに。これあるじゃん、まだはい、ということで皆様またねー、乾杯。そう、あ、うるさいカニムクリクルプで、え、今日もエピックスやってて遅刻するかと思う心の岸辺に咲いた花。ただ私指原にもう一切教員絶対に知る。男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強。乾杯、疲労困憊、将来心配。ブスあんたブスね、背負い投げ、のけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。